失礼します。失礼します。ロッポジーどんだけ卑屈なんだよ。いた叩くなって。確か今店の中映ったのってバスターブロスの山田一郎。ただいまって、ひふみは仕事中か。警察を呼ばないと。いや、ひょっとすると。ひふみ、お前誰か殺したのか。あ、君は何を言ってるんだ。ロッポジー、お待たせ。ひふみ、あれ、そんで本当に死体なんてあるバカ。おお、ドッポ、これ誰。だから知らないって。首に巻いてあるのはドッポのネクタイだな。これでドッポはキュッとしたんだな。だから俺はやってない。あれは摩天楼。いや、見直したぜドッポ。お前がそこまで人に恨まれるなんてすげえじゃん。俺は恨まれるようなことなんてしてないって。まさか。そりゃこうなるよね。お、そうだったな。あ、これじゃ俺も指名手配されて捕まる。指名されるのは意外と難しいんだぞ。黙れ。安心してくださいドッポ君。ひふみ、ほら、私ひふみくんのことが好きで好きで大好きで、だからひふみくんと一緒に住んでるそいつが憎かった。どうした What's up my friend ドッポ、許さん傷つけたやつはどこ。分かったね、ドッポ君。元はといえばお前のせいだからな。ドッポちゃんかっこよくない。でもみんな誰これって。あ、まあ俺なんて。いや、どこかにいるはずだ。ドッポちゃんの魅力を分かる人間が。いいところ、ウドッポのいいところ。この平穏な時間がずっと。安心しろよ、ドッポ君。ドッポ君、ドッポ君、俺じゃ巻き込んだ。あれはドッポ。ドッポ、と見知らぬ青年。今はドッポの話だ。ドッポちんのネガティブ思考はまさにブラックホール。そのせいで友達が俺っちしかいないんだ。そんなこと。わかるようなわからないような。ひふみにはドロドロしたものなんてたまらないもんな。その通り。ドッポ、友達ができたことを心の底から喜んでいたんだぞ。口を持って遊びやがった。エッチチース、俺っち摩天楼のイザナミひふみです。親しみを込めてひふみって呼んでね。ああ俺は山田一郎だ。すみません、こいつ失礼なやつなんです。大丈夫だよ。脇汗には汗止めパッド、心臓がバクバクなら血流ビートに合わせてラップの練習さ。パッドなんて持ってきてないよ。なんだよ血流ビートって。あー、バクバクが早すぎて言葉が追いつかない。どいつもこいつもアナーフォーも言いたいこと言いやがって。本当なんだよ。それで脇汗バッチリだから。うん、俺のせいで。大丈夫だよ、友の敵は僕が取る。がボスで、そこなしのコースで、なんライブのフルコースで。あ、なんせ、待って、ドッポチ。やったぜ、俺たちが優勝なんて。どっか否定するところない。あ、なんだ。おっと、倒れる時は僕も一緒だ。ひふみ、森で都合よく起きたわけだ。僕たちは彼らの